さあ今夜のセミファイナルは50キロの契約ウェイト10回戦です。日本ライトフライ級第1位青いトランクス八王子中谷ジムの田中幸喜の登場です。対するは赤いトランクスフィリピンのアルバネスです。平成8年デビューの田中まだプロに入って負けがありません。さあいきなりアルバネスが前に突っ込んでいきました。大きな右。沼津さんこの田中という選手はどんな選手というふうに見てらっしゃいますか。まあ、そうですね、まあ、あまり印象にはないんですけども、はい、いやそのボクサーファイターで、非常にその相手 の、ねその持ち味のボクシングを、止めることのうまいボクサーですよね、そしてその自分のペースに引きずり込む、そういうふうに印象を持ってますけどね、はい、駒澤大学ボクシング部時代は国体3位という実績があります。アマチュア出身プロに入ってまだ負けがありません。青いトランクスの田中幸喜第1ラウンドはまず様子を見ていくと話していた田中。対するはフィリピンからやってきましたアルバネス。身長が158センチ、田中とは15センチの差があります。このあたりは沼さん田中にとってはどうですか。身長差というのは、まあ、身長差は、ね、田中の方が有利だと思いますけど、ただアルバネスもその思い切りその打ってきますから、そうですね、浮かずにその踏み込んで打てない田中自身が、ね、そう思ってます今。あ、そうですか。まあ、おそらく始まったばっかりですから、まあ、徐々に徐々にその自分の攻撃のパターンを組み立てていくと思いますけどね、はい、まずは様子を見ていくと話していた田中。その通り相手の動きをじっくりと見ています。今日はとにかく左が課題なんですという話をしていた田中。もう田中ぐらいになると、はい、その今言ったようにその左が硬いということのようにですね、いやその自分のボクシングしてますから、はい、やっぱり左使わなかったらそのボクシング勝てないということ、分かってますから、はい、まあ、それはどこまでねうまく使いこなすことができるかでしょうね、そうでしょうね。そのあたりは本人も中谷会長も十分に分かっています。ここ3試合はすべて早い回での KO 勝ちという青いトランクスの田中。大平が右、十分にヒットはしていませんが左から右を持っていきました。アマチュア仕込みのスピード、そしてテクニックを持っています。ボディです。田中のボディ、ちょっとアルバネスはスリップ、思い切り打ってきますからね。そうですね、見ててちょっと怖いところありますね、まあ、ですからその田中の場合ですね、はい、まあ、アルバネス そのカウンターね、まあ、大きなパンチでもその食わないように気をつけなきゃいけないですよね、アッパーから左フック、しかしこれも十分ではありません。第1ラウンド、ここでゴングです。まずは静かな展開になりました。秀明高校1年からボクシングを始めまして、駒澤大学ボクシング部時代には国体第3位、アマチュアの実績を引っ提げて平成8年にプロに入ってきました青コーナー田中幸喜。プロに入ってからは13戦しまして10勝無敗3分け、6つの KO 勝ちがあります。現在ランキング第1位。第1ラウンド、まずはしっかりと相手の動きを見てきました。第2ラウンドです。50キロの契約ウェイト10回戦、お互いに左を伸ばしていきました。野さん、田中の動き自体第1ラウンドどう見ました。まあ、そうですね、相手をよく見てですね、まあ、ただ見た感じですけども、はい、以上その左のね、ストレート伸びのある打ち方ですね。あ、そうですか。ただですね、アルバネスがその思い切り打ってくるんで、自分もやはりその釣られて、大分なパンチはね多少見えたんですけども、当たると怖いですよね、アルバネスのパンチも、ね、もう怖いですよね、思い切り打ってきますからね、そのあたり田中がどうフィリピンのアルバネスを攻めていくんでしょうか。ボディをもらいました。そして顔面、しかしガードの上、おっと左、一発一発とにかく力いっぱい打ってきますアルバネス。もう1ラウンド1ラウンドね、勝負してるんでしょうね。あ、そうですか。ただそのスピード差、動きはね、いやその田中の方が上ですからね、はい、まあ、しっかり見てですね、戦ってますよね。そうですね、序盤は静かな展開になりました10回戦。今ちょっと頭がぶつかったようです。身長差が15センチあります。173センチの田中幸喜、そして158センチのアルバネス。懐へ入っていこうというアルバネス。顔面かすった。ボディです。
田中としてはやはり距離を取った方がいいんですかね。いや、あまり距離取れないでしょう。相手が思い切りその頭ごと打ってきますからね、はい、あとその無駄なパンチを食わないようにしてですね、はい、まあ、あと無駄な動きをしないようにパンチをかわすなり攻撃に持っていかなきゃいけないですよね、はい、ちょっとパンチがね、まあ、田中は本来その彼のボクシーはそれほどその大分なパンチはね、打たないボクサーですからね、ちょっとそのペースが乱れてますよね。そうですか、はい、ここまではやや大振りですかね。大振りですね、左、さあ田中の左が一発入りました。打ち合いになるか、至近距離での打ち合いになるか。ここのところ非常にウェイトの乗ったいいパンチが打てるようになったと中谷会長も話していました。田中幸喜、アルバネスをロープに詰めていこうという構えです。ボディです。右上げローブの上、左キック、左です。おっと倒れた、倒れました。おっと右アッパーですね。ダウンです、ダウン、はい、それほど十分なパンチではありませんでしたが、アルバネスダウン。いや、今のパンチはですね、左フックから返しのこの右アッパーですから、逆にそのダメージはね、大きいと思うんですけどね、はい、立ち上がった、まあ、よく立ったですね、です、はい、ここは当然一気に仕掛けるでしょう。田中幸喜第1ラウンドはしっかりと様子を見てきましたが、あーっとここでゴングに救われる格好になりました。第2ラウンド、しかし田中がダウンを奪っています。日本ライトフライ級第1位、八王子中谷ジムの田中幸喜が第2ラウンドダウンを奪いました。その第2ラウンドのシーン、アッパーが入ってその後の左フック、さらにフォローの右のアッパー、田中らしい一発二発三発まとめてのパンチでした。まあ、あの倒す時のパンチっていうのは、いわゆるそのショートのそのいいやはりその打ち方してますよね。あ、そうですか、まあ、あの倒した後ですね、ちょっとその力んで大きなパンチ、はい、まあ、ちょっと乱れたんですけどね、来年早々には東洋太平洋王座決定戦に挑戦が決まっています。日本ランキング第1位の田中幸喜、ここ3試合は全て早い回での KO 勝ちという田中、第2ラウンドでダウンを奪いました。さあ右から突っ込んでいきますが、ちょっと今日はやや大振りか。さあアルバネスはちょっと手数が止まったんでしょうか。左を伸ばしていきました。アルバネスの方のダメージとしてはどうですかね。ダウン、いや、あの回復してますね。回復してますか、左、もう一回左フックです。この左が今日の試合の課題だと田中自身も話していました。そしてもう一回左のボディです。左から右、振り下ろすような右です。大きな右、あーとだー、右フック一発。第2ラウンドに続いてこの第3ラウンドもダウンを奪いました田中幸喜。まあ、今の感じテンポですね、はい、あーっとカウントアウト。第3ラウンド田中幸喜ナックアウト勝ち。アルバネスも結構いいパンチを思い切って振っていたんですが、第2ラウンドでダウン、そして第3ラウンド田中の一発でリングに沈みました。ダメージはそれほどないかなと思ったんですけども、3ラウンド1分21秒、3ラウンド1分21秒、日本ライトフライ級第1位田中幸喜、今日は3ラウンドでフィリピンのアルバネスをリングに沈めています。その今の KO シーンです。こちらは第2ラウンドの最初のダウンのシーンです。そしてこれが今の右フック、まあ、ミクロースですけどね、おそらくテンポに当たって倒れたと思いますけどね、今日は左をなんとか打ちたい課題だという話をしてました。この点については沼さんどうですか。まあ、ちょっとね、左のパンチ、特にその左フックはその、大分なパンチだったんですけどね、ただそのこのパンチですね、このパンチもそうですけど全体的にはその大分なパンチだったんですけども、倒す時のパンチっていうのは、特にその左フックは右アッパーですね、角度的にそのいい打ち方したですよね、
今日も早い回で決着をつけました八王子中谷ジムの田中幸喜、次はいよいよ太平洋東洋太平洋王座決定戦に挑戦ということになりました。